20万ボルトといったところですか。なかなかやりますね。さすが相手と呼ばれていたのとはあります。しかし私は絶縁性の高いゴムの手袋をしているのでね、残念ながら。これは天道、少しは退屈収まった。なるほど、少しワクワクしてきましたよ。似合いましたね。お久しぶりです、マグルマさんに工藤卑弥呼さん、そしてこの私、赤羽クロード。ガキか、私の大嫌いな落ちこぼれだ。そう、そんなと言って、いずれはお前たちもその死人の仲間入りをすることになるのだぞ。生き残ることができなかった。今度の聖戦はさらに長く厳しいものとなるである。おそらく誰一人として生き残れまい。考えていた。かつて私たちの力は全くの互角、いつも勝負は決まらなかった。この体に突き刺さる百里ダメージを全て抜き去ったというのか。登場してもらうぞ。ん？なんだ。こいつは彼に失礼だな。ライダに彼女が怖がるのも無理はないんだ。僕みたいな男は彼女の世界にはいないだろうし。言葉を喋る気だっていないわ。というわけさ、タヨス。それは聞こうとしていないからだ。もう昔はラパスルパス、美しく素晴らしい国だった。私の力があなたの役に立つことを私はとても嬉しく思います。申します、私の司るのは優しさをもたらす水の力、上皇府のお二方、どうぞお見知りを。どうぞ。珍しいですね、雪村くんが持ってくるなんて。お味噌汁の具は細かく切ったりすってあります。ですからお箸を使わずにお椀から直接飲んでみてください。これは道場ですか。え？左手を使えない私が無様にこぼしながら食べなくて済むようにとの気遣いですか。いや、そんな。だとすれば無用な気遣いです。あ、誰の指図です。土方君ですか、それとも原田君か東堂君か。いえ、私からお願いしたんです。君が？はい、三男さんがほとんど食事を召し上がっていないと聞いて、私にも何かできればと思って。なるほど、いかにも私のためを思ってのように聞こえすが、結局あなたは自分の居場所を作りたいだけなんじゃありませんか。いただきます。三男さん、食事は大勢でした方がいいそうですから。みんなよろしく頼むよ。とにかく僕は怖くないってことをみんなに早く分かってもらわなきゃ。元気出さなきゃ。今にみんなもきっと分かってくれるさ。小島武史17歳、学校が終わったら届けてあげよう。バスが。
と。バキニの日ほふれか。止め回路が手に入ったか。はい、閣下。ご苦労だったな、ルーベ。これより回収に向かわせる。はい。いや、オビーチ総衛門。もちろんです、ファウスト閣下。バカなことか。ルトル。シオン。シオン、あんた。嘘だろ。シアン、どうして。俺には信じられねえ。あんたみたいな人がなんで。言うな。どうしてないの、シアン。どうしてカルトランドの神に。お前にならわかるはずだ。マリオネットは機械か、ただの人形か。いや違う。自ら話すことができなくとも、微笑むことすらできなくとも、生きているのだ。あの子は生きている。私の小雪は。あの子にも笑顔をあげたい。たとえ束の間でも。違う。だから乙女会所が必要なのだ、小雪のために。